不良電解コンデンサ問題とは、電解コンデンサの製造上もしくは設計上の欠陥により、正常な使用条件であるにもかかわらず本来の寿命よりも大幅に短い期間で電解コンデンサが故障する現象である。PC のマザーボードに搭載されている液体電解コンデンサがよくこの問題として話題になるが、実際には各種電子機器で起こり得る問題である。 1980年代後期第4級アンモニウム塩を用いた低 ESR 品と呼ばれるタイプにおいて電解コンデンサから液漏れを起こし基板のパターンをショートさせ回路を故障させるという事故が多発した。これは4 9 0が強アルカリ性で腐食性がありシールが難しく電極のリード線や風光のゴムを犯し液漏れを起こすというものであった。 これに対し日本のメーカーは対策して克服し国内メーカーが得意とする製品になった。2001年から2002年頃にかけて製造されたマザーボードに搭載された台湾製の電解コンデンサが1から2年の使用で膨張や液漏れ、破裂といった現象が多発し特に自作パソコンユーザーの間では物議を醸した。この事例で問題となった電解コンデンサも 前述と同じ低 e s r 品で台湾の電解コンデンサメーカー各社に電解液を供給している業者が日本のメーカーの技術を真似て低 e s r 品用電解液を製造・販売したが真似た技術のいくつかに欠落した点があったためこのような事態となった。これも4級使用電解液が主因と見られている。2004年に製造された HP 社製ワークステーションの一部に搭載されたマザーボード上の電解コンデンサがやはり膨張や液漏れ、破裂といった現象を引き起こした。こちらの電解コンデンサは日本のメーカーであるニチコンの HN 及び HM シリーズと呼ばれる製品で一時期の製造ロットにおいて電解液を過剰注入してしまうという製造上の欠陥があったためである。なお、 2008年現在製造されている日コン製 HN および HM シリーズはこのような問題はない。液体電解コンデンサの液漏れ、破裂に対して頻繁に取られる直接的な対策は以下の2点のいずれかである。固体コンデンサは電解液の代わりに t c n 級削体などの電解動作体、またはポリジオフェンなどの導電性光分子を用いており、 液漏れの心配がなく、一般的に液体電解コンデンサよりも長寿命である。電解コンデンサの不良問題が周知されつつあった2005年以降のマザーボードでは、すべての液体コンデンサを固体コンデンサに切り替えたり、負荷の高い CPU 周りのコンデンサを固体コンデンサに切り替えて対策を施す例が多い。しかし、固体コンデンサは、 液体コンデンサと比較して価格が高く容量や耐圧ラインナップも少ない。そのため、電源ユニットのメインコンデンサなど多くの容量を必要とする用途には使用しづらい。このような大容量コンデンサでは、高品質な耐熱温度摂氏105度、または摂氏125度の液体電解コンデンサを使用することによって対策を施す場合が一般的である。そして、 見落としがちな、間接的ではあるが重要な故障予防策は、前述のアレニウスの法則から明らかなように、電解コンデンサの雰囲気温度をできるだけ上げないことで、ある。パソコンを自作する場合、CPU、GPU、チップセット等に取り付けられているファンの排気が、電解コンデンサに当たらないように気をつけるべきである。電子工作の場合、 電解コンデンサの回路基板上の配置を発熱するものから離しておくことが望ましい。コンデンサが液漏れや破裂する状態になると鼻につく独特な刺激臭が周囲に漂うことも見られ、これによって故障に気づくケースも多いようである。また、破裂時には爆発音が聞こえることもある。また、防爆弁が開いて電解液が噴き出す際、 シューという音とともに蒸気となって吹き出てくることもあり、いわゆる取扱説明書の注意書きにもあるような発煙と同じような状態が見られる。また、電解コンデンサが破壊したマザーボードはバイオスレベルで認識せずに画面が真っ黒になったり、または OS が起動しても途中で止まるなど様々な症状が現れる。音響機器やテレビなどでは画面がちらついたり、 音が小さくなる故障も多いようであり、一般的に不安定になる。ありがとうございます。